昨年、平成28年度に導入しました、旧小木藩市の意思決議案の中にですね、今回この発議形状化絵図が含まれておりました。佐賀の歴史上初めて、蓮の池の城下町の全貌を描いた絵図がたった一点だけ出てきた。本当に神出の、城下町の絵図が見つかった。しかも5万石クラス以上の中級大名以上の城下町の絵図が見つかったというのは、これちょっと全国でも何でやるか、これほど精緻に近世の城下町の町割りが描かれている絵図というのも大変珍しい。非常に精緻に描かれている。でこれが何の目的で作られたのかというのは今後の課題だろうと思います。でこれ正面玄関から入ってきて本丸に入るときには勝手に得られないようにここで一回シャットアウトして、こういう軍事的な機密もちょっと書き込んじゃってますから一般町民が書けるものではない。前年度までに、収集した資料を、公開する平成29年度の新収蔵品展の中でですね展示をする予定です。会期が6月10日から25日まで。